麻酔科医富永清代です。私は愛媛県松山市でペインクリニックを開業しています。ペインクリニックとはペイン、痛み、クリニックとは診療所のこと。痛みを専門に治す病院で働いています。痛みで死ぬことはないと思っていませんか？痛みによって人は心も体も死んでしまうこともあるんです。なぜなら膝が痛い、肩が痛い、腰が痛い、こういう時に皆さんどうですか？活動性すごく落ちますよね。また仕事に行けたけれども、なんかいるだけで仕事のパフォーマンスが落ちてみたり、痛みがあるから本当はこんなこともしてみたいんだけどできないな、諦めてしまったり、痛みによって人生の目的を失ってしまったり、楽しさを失ってしまう人もたくさんいらっしゃいます。通り一辺倒の痛み止めを飲んでみたけれども治らない、年のせいだからと諦めたり、いいえ、諦めさせられたり、もうこれ以上効く強い薬はありませんとか、なんだか諦めたり自分らしくない方向へ持っていかれたことはありませんか？薬だけで治そうとするのではなく、ペインクリニックなら痛み止め以外にもブロック注射であったり、運動療法であったり、心からアプローチする方法、こういうふうな療法、いろんな療法があります。私がなぜペインクリニックを開業しているのか、理由があります。私は徳島県阿南市の僻地で生まれ育ちました。一つの小さな診療所しかなくって、歯医者さんもなく、薬局もなく、スーパーマーケットもありません。コンビニなんてもっともっとありません。そんな小さな僻地の漁師町で生まれ育ちました。そこで生まれ育っていると、とてもよくわかる医療格差がありました。腰が痛いと訴えていたおばはずっと湿布を処方されていました。腰が痛いんだから湿布、何も間違っていませんよね。でもこれが、40年前の現実ですが、診療所に行っても湿布が出ること、痛み止めが出ることは本当の現実ですが、でも実はおばが分かった時には末期の膵臓がんだったんです。日本にはたくさんの大きな医療格差があります。私の目標は、どこに住んでいても誰でも本当にいい医療が受けられる医療を提供できること。私は確かに今愛媛県松山市で開業していますが、いろんな形で、例えば出版をします、例えばオンライン診療をします、雑誌に出ます、新聞に出ます、いろんな方法で発信することによって、医療の手が届かない皆様にも、どんな医療が今行われていて、痛みに対しては痛み止めだけじゃないよ、こういうアプローチもあるよ、この方法が合うんじゃないの、これをすればもしかしたら自分でセルフコントロールができるんじゃない、こういうことに力を入れています。このチャンネルがいいなと思われたら、ぜひチャンネル登録お願いいたします。